どうも、クリオネ大使館です。今回は、現在のニューヨークニックスに、2010-11年シーズンのカーメロとスターダマイヤーを加入させたら、優勝できるのかを検証していこうと思います。現在のニックスのロスターはレーティング80付近の選手が多く、突出したスター選手がいなく微妙でしたが、メロとスターダマイヤーの加入でダブルエースプラス優秀なロールプレイヤーが多い、優勝候補のチームに一気に進化しましたね。メロも実際ニックスに来るのがトレードじゃなくて FA ならこうなっていただろうに、メンバーは全然違いますが、その時の後悔をここで晴らしてほしい。頑張ってくれメロとアマレ。続いてカーメロとスターダマイヤーの能力を見ていきましょう。なんで今回オールタイムから引っ張ってきていないかというと、カーメロのレーティングがオールタイムの方が1高いのですが、バッジが7個くらい少なかったので、多分こっちの方が強いだろということで2010-11のミックスを選びました。スターダマイヤーはほとんど変わらなかったのでメロと同じチームから持ってきました。ニックスファンではないですがニューヨークにいたメロはとても好きでしたね。なんかユニフォームすごく似合ってたと思います。一番しっくりきているかも。あとはエースっぽい感じが好きでした。とにかくシュートは打つけど点も取る感じがたまらなかったですわ。それでは開幕戦のグリズリーズ戦でのカーメロとスターダマイヤーのハイライトを見ていきましょう。Stoudemire out there with Mitchell Robinson, and it's Anthony in for three. And for the Grizzlies, Adams is the pivot for him with Jackson Jr. at the four. In at the guard spot, Moran and Bane.2人のハイライトの裏で雑談をしたいんですけど、皆さんは NBA ジャパンゲームを見ましたでしょうか。私クリオネ大使館はチケットが当たらず3日とも YouTube からの参戦でした。当たった人が素直に羨ましい。私の素直な感想ですが、まず良かった点として八村選手の活躍を見れたことですね。特に良かったと思ったプレイが、ウィギンスからバスカンを取ったやつですね。なかなかにディフェンスが硬かったですが、ポストプレイで無理やりこじ開けたのには痺れました。また日曜日の試合で NBA っぽい試合展開を見れたことですね。シュートの確率が上がったこともそうですが、ウォーリアーズがパッシングから得点を奪ったり、カリーのスリーポイントを見れたりと、NBA 感があってすごく良かったと思います。ただ残念だったなと感じるところは、主力のプレイタイムが明らかに少なすぎる点ですね。ウィザーズは割と出してくれていた気がしますが、ウォーリアーズがちょっとね、前半で主力下げて若手中心にするのはさすがにどうよって思いましたね。プレシーズンなのであくまでも練習試合の位置づけであることや、怪我を避けるためにプレイタイムを制限する考えはわかるんですけど、ジャパンゲームの目的が日本で NBA を広めることである以上、もう少し出したらどうなのとは思いましたね。控えの選手やルーキーだって文句なくうまいんですけど、あくまで、本場アメリカのスーパースターたちを見るってことが目的なんですから。それと SNS で YouTuber が観戦に行っていることに否定的な人がいて残念に思いましたね。先ほども言いましたが、ジャパンゲームの目的は NBA を日本で広めること。なのでライトなファンを獲得するために彼らを起用するのは至極当然だと思うんですよね。バスケに無縁だった人を取り込むきっかけに一役買ってくれているのに、なんでそんなこと言うんだろうとは思いました。もちろんその人のことが嫌いとかはわかるんですけど、未来のファンを増やして NBA を語り合う仲間を増やすチャンスなので、ぜひ今後とも彼らには頑張ってほしいですね。そして私もいずれかは YouTuber 枠でお呼ばれされることを願っています。NBA さん、そして楽天さん、クリオネ大使館のことをいつでも呼んでくれていいんですからね。喜んで参加させていただきますので、と言っている間にニックスはグリズリーズ29点のリードをつけられて大敗。こちらがボックススコアです。この試合でカーメロはゲームハイの20得点、すべてのシュートを高確率で沈めており、オリンピックメロを彷彿させますね。対するスターダマイヤーは2得点、4リバウンドと期待外れ、あれもっと活躍してもらう予定だったのに、これから尻上がりに調子を上げていってほしいですね。それではシーズンをシミュレーションしていきましょう。果たしてカーメロとスターダマイヤーを加入させたニックスは、どのような結果を残すのでしょうか。まずは個人賞から見ていきましょう。MVP はやはりこの男、ドンチッチ。こんな化け物にどうやって勝ったらいいのさ。しかしメロはオール NBA セカンドチームに選出。さすがニューヨークのエース。だがチーム順位は10位でしたのでプレイインに参加。相手は9位のヒート。果たしてプレイオフ出場を決められるのでしょうか。
Bridges, and it's Butler in at the small forward position. You take a look at Miami, they feel like they have a good chance to get out of この試合初得点はスターダマイヤーのダンク。対するヒートはラウリーのパスを受けたブリッジスがダンク。そして速攻からバトラーがレイアップ。ラウリーが安定のゲームメイク。ローズがスターダマイヤーのスクリーンを使いドライブ。そのままバスカンを獲得。フリースローも決めて3点プレーに。ブランソンがドライブからフローター。さらに速攻から難しい体勢のレイアップを決めて点差を離す。ヒートはブリッジスが1対1でスターダマイヤーから得点を奪う。スミッツが華麗なパス回しから得点。最後にランドルがゴールした。1クォーターはニッツが3点リードで終了。2クォーター最初の得点はヒーローのゴールした。ニッツはブランソンがタフショットを決めてクォーター初得点。ビッグマン同士のピックアンドロールからブリッジスが攻めるが、ロビンソンがこれをブロック。ラウリーとブリッジスでアリウープ。ディフェンスの隙をラウリーが見逃さない。次はヒーローのパスからアデバヨがダンク。負けじとニックスもブランソンとフォーニエがアリウープ。エースであるメロがドライブからタフなレイアップを決める。ブランソンがピックから冷静に判断してオビトッピンへアシスト。そしてメロがコーナーからドライブ。左手でレイアップを決める。ブランソンがドライブからランドルへアシスト。安定したプレイメイクを発揮。ニックスが6点リードで前半終了。3クォーター最初の得点をアデバヨが狙うが、ミッチェルが強烈なブロック。再びアデバヨがポストから得点を狙いフリースローを獲得。2本とも決めて点差を詰める。ラウリーが後ろからローズをブロック。そのままボールをプッシュして最後はアデバヨがフィニッシュ。バトラーがブリッジスのスクリーンを使いドライブ。ポップでフリーになったブリッジスへアシスト。スリーポイントを決める。即戦速攻からバトラーがブリッジスへアシスト。ニックスはスターダマイヤーがセカンドチャンスでつなぐ。そしてランドルがゴール下で得点。クイックリーがランドルのスクリーンを使いドライブ。ブリッジスにうまく体を当ててレイアップを決める。ヒートはヒーローが連続得点で反撃。このシュートで逆転に成功。3クォーターはヒートが2点リードで終了。4クォーター最初の得点はバトラーのダンク。スターダマイヤーがヒーローとのミスマッチを攻めてポストから得点。そしてブランソンがスターダマイヤーのスクリーンを使いドライブ。そしてゴール下で追加得点。カーメロがドライブでアデバヨからフリースローを獲得。2本とも決めてリードを4点差に。タイムアウト明けヒートがサイドスロー。ここからはほぼノーカットでお届け。試合は残り1分20秒でニックスが4点リード。油断できない点差ですが、このリードを守りきれるか。ここでバトラーがカーメロからファールをもらう。フリースローを1本決めて3点差に。やはりニックスはエースカーメロにボールを託します。カーメロがジャンプシュートを狙うが入らず、ヒートが点差を詰めるチャンスを得ました。ニックスのディフェンスの戻りが遅く、ラウリーが簡単にレイアップ。ヒートが1点差に詰め寄りました。ここは再びカーメロが得点を狙います。
カーメロが外したシュートをスターダマイヤーがリバウンド。フットバックで3点差に。またも戻りが遅いニックスはヒーローにダンクを食らいます。残り34秒で1点差。このまま押し切れるかニックス。カーメロのシュートが入らずヒートがタイムアウト。残り 9.2 秒でサイドスロー。なんと、ここでバトラーとアデバヨのアリウープが炸裂。残り3秒でヒートが1点差リード。ここで逆転シュートを決めれるだろうか。これが入らずニックスが1点差でプレイイントーナメント敗退。こちらがボックススコアです。いやー非常に接戦のナイスゲームでしたね。ヒートはヒーローとブリッジスがゲームハイの14得点、アデバヨが10得点、12リバウンドでダブルダブル。この3人が大暴れでした。対するニックスはブランソンが10得点と奮闘。肝心のカーメロとスターダマイヤーが8得点と失速。この大一番で活躍できなかったのはチームを引っ張っていく選手としては遺憾ですよ。最後にスタッツを見ていきましょう。カーメロは平均 25.4 点、6.9 リバウンド、5.4 アシスト、1.5 スティール、1.3 ブロックと、マルチな活躍を披露してくれました。特にアシスト数が増えているのがいいですね。優秀な仲間がいるので頼っているのでしょう。ただ反対にスターダマイヤーは 14.8 得点、8.2 リバウンド、0.9 アシスト、1.1 スティール、1.7 ブロックと、10点以上も平均得点を落としています。本来はカーメロと一緒にエースとして活躍してもらう予定だったので誤算すぎる。もしかしたら現代ビッグマンに適応できなかったんですかね。好きな選手だったので残念。次回以降の企画で出てきた時に期待しましょう。今後もこのような動画をアップしますので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。